あれ、ラムは一緒じゃないのか。はい、姉様は今外を回ってくると言って帰ってきません。姉様相変わらずゴーイングマイウェイだな。あの格好のまま外なんて回ったらカメラ小僧の格好の的だぜ。姉様は素敵ですから。案外ノリノリでポーズとか撮ってたりしてな。そうだ、スバル君、レムたちも本を出したんです。どうぞ見てください。普通女の子は書いた本を男の子に読まれるの嫌がるもんだけど。いいえ、スバル君に隠し事はしません。そうか、どれどれ。これはレムの本か。はい、レムの本です。姉様のは間に合いませんでした。イメージ通りすぎて安心するぜ。まあいいや、レムの書いた本読ませて。タイトルはレムの英雄だ。嫌な予感がするぜ。スバル君は前向きなところが素敵です。スバル君はすぐ花瓶を割っちゃいます。でも素敵です。スバル君の乱れた髪の毛が好きです。あとスバル君の声が好きです。スバル君の指が好きです。スバル君の寝顔が好きです。読んでて照れるというか恥ずかしい。なんでこんな内容なんだ。スバル君が自分のことを嫌いだってそう言うなら、スバル君のいいところがこんなにあるってレムが知ってるってことを知ってほしくなったんです。それを本にして世界中に広めようとしなくてもいいよね。内容も脚色どころかかなりドリーム入ってるし。スバル君は自分のことしか知らない。レムが見ているスバル君のことをスバル君がどれだけ知ってるんですか。でもこことか絶対レムさん知りませんよね。知ってらっしゃる。こんなレムの愛情たっぷりな本、いや嬉しいけどさ、どれくらい売れたの。ゼロだな。まあ当たり前だけどさ。ここから始めましょう。1から、いいえ、0から。いい言葉がすごい勢いで台無しになってる気がするぞ。